はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強装備を取りに行きたいと思います。ある程度の装備は取ったんだけども、一つ取り方がわからないんですよね。今日取りに行く装備は、このシリーズです。盾は持ってるね。これ、呪われたシリーズ。防御力はめちゃくちゃ高いんだけども、一つマイナス点が入ってるっていう装備なんだよね。盾と体は持ってます。体強いんだよね。ものすげえ防御力上がる。で、今日欲しいの。頭。呪われた、兜ヘルムなんかそういうやつ。入手する場所は分かってんのよ。どこにあるかは、攻略サイトカンニングしたんで分かるんですよ。ロストシード。ここにあるの。でも、ないんだよね。なので今日は、もう隅から隅まで、ちょっと捜索して、探したいと思います。多分ね、ロストシードの、このダンジョン、こっちではなさそうなんだよね。こっちもね、結構探したんだけども。まあ、とりあえず、ちょっと探します。どっかにね、裏道とかがあるんだろうね。いやー、ないな。ないな。このダンジョンの中ではないのかな？端から端までね、もうしっかり探した。違う。ここにはない。ということは手前の、ロープウェイがあるダンジョンかな？いや、間違いない。どこ探しても、裏道みたいなのはないんだよな。トロッコのとこもないんだよね。多分ね、人から盗むとかじゃなくって、宝箱にあるんだと思うんだよね。いやー、わからん。全然わからん。どこにあるんだ、これ。これ、上にもないよね。盗めないしね。どこだ？いや、ほんとわからん。わからんけど、怪しいところはね、ここかなっていうのはあんだよな。ここ。この女の子倒せないのよね。気絶させることができないので、この家って結構怪しいんだよな。でも入り口がない。朝になっても動いてくれないしね。どこだ？あれ開いてる開いてる。え、ちょっと待って。動いた、女の子動いた。なんで？あった！呪われた兜ゲット！え、なんで動いたの？なんでだろうね。何がきっかけで動いたかはわかんないけど。え、ここで当選簿してた女の子が動きましたね。え？あ、もういなくなった。わからん！わからん！何がきっかけがわかんないけど。女の子が動きましたね。え？別に何にもしてない。何にもしてないんだけど。あ、またいる、またいる。え、別に、なんだ？いや、他の NPC に話したとか別に何にもないんだけど、動いた。なんで？なんでだ？いや、もう動かないね。なんだろうね。ああ、動いた！なんだ？時間経過かな？いや、別にね、ここら辺うろうろしてるだけだったんだけども、もしかすると、時間経過で、動き出すんだろうね。なんで、ちょっとここでね、待っとくといいのかもしれません。あ、よかった。まあまあ、呪いの、兜とか、
ゲットできましたね。能力が、SP マイナスはきついな。まあ、確かに、防御力はダントツ高い。うん。ダントツ高いんだけども、SP マイナス66か。いやー、これね、呪われたシリーズ全部装備して、んで、呪詛返しをつけた方が良さそうね。いやいや、これ頭厳しいぞ。鎧はね、行動速度なので、まあまあつけてもいいと思うのよ。で、さても、回避66なので、まあ大丈夫。頭は厳しい。SP 減るのはちょっと厳しい。まあちょっと難しい装備だけども、呪詛返し使えばいいかもしれません。はい。ということで、今日はね、呪われた兜、装備じゃない、取りました。防御力が最高なんだけども、SP がマイナスになりますね。で、入手方法が、ここ、ロストシードの、この家の中にあります。で、大体女の子がこう立ってて、中に入れないんだけども、夜、かな？夜に、ちょっと待っとけば、どいてくれるので、それで、入手ができるみたいです。多分ね。他のキャラクターとかには別に話してないので、間違いないとは思うんですけど。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。